遺伝研がメインの所属機関なんですけれども、兼務で理研をやってまして、そちらの理研の方でこのプロジェクトに参加をしています、有田です。今日のタイトルは今ちょうどいい前振りをしていただいてありがとうございます。メタボロームなんですけれども、メタボロームというのは国際的にも今いろいろなところで注目を浴びていると考えられます。その一つの例としまして、ヒトゲノムで、その後メタゲノムでも名を挙げたクレイグ・ベンターっていうのは、今メタボロームをやろうとしています。ヒューマン・ロンギビティという会社を彼は今度設立していまして、何をやるかというと、ゲノム情報を4万人分集めるのと同時に、その人たちのメタボロームも測って、で要は長生きをさせてあげるよという会社を作ろうとしているわけです。でアメリカではメタボロームの、パブリックなデータベースっていうのもたくさん作り始められていまして、日本に比べると動きは遅いんですけれども、その代わり非常に大規模にアクティビティが、広がっています。でメタボロームと言いますと、普通の人は、いろんなプラットフォームがあって細胞の中のものが全て丸ごと見えるというふうに解釈しがちなんですけれども、なかなか技術的にはまだまだ難しいところがたくさんあります。例えば最新の機器を使うと、精密質量、重さがだいたい 10ppm ぐらいのものが取れると、チャンピオンデータでいうと 10ppm ぐらいが取れるというわけですけれども、これは普通の質量の重さで換算して考えてみると、質量数が1000、二次代謝物で重いものは1000ぐらいの重さを持ちますけれども、1000で換算すると0.01ぐらいの質量数の精度だということになります。で、これぐらいの質量精度だと、実は組成式で全く手がかりがなければ、例えばいろんな組み合わせが考えられる。この重さだけを与えられて 10ppm とか 20ppm のレベルだと、組成式のパターンとしてはまだまだ候補数が絞り込めないというレベルにあります。それからマススペックといつも合わせて用いられるクロマトグラフィー部分なんですけれども、このクロマトグラフィーの部分も理論段数というのが、1万段ぐらいから少し上がってきてますけども、それぐらいということは理論的に分けられる数が、その程度だということです。で、細胞の中に存在する代謝物の数っていうのは、こんな状況ですから、もちろん推定値しかないわけですけれども、バクテリアだと数千ぐらいと言われているし、二次代謝物が豊富な植物になると一つの細胞の中に数万あるという人もいます。そうすると、この理論段数とかこの質量精度からでは網羅的な計測は望めないということになります。実際我々が現在持っているデータからも細胞の中身全部を網羅することは当然できませんで、だいたいメタボロームって言って測っているものは基礎代謝物です。アミノ酸であるとか有機酸、核酸のようなもので、細胞の中に非常に量が多いものというのを主に計測しています。例えばホルモンとかサイトカインになりますと、ここに書いてあります。これも生物種によって少しずつ違ってくるので一概にはいないんですけれども、大体このモーラでいうと10のマイナス8乗ぐらいのオーダーになりまして、基礎代謝物に比較すると、大体10のマイナス5乗とか6乗ぐらい量が少なくなってくるわけです。そうするとですね、ダイナミックレンジから考えても計測はできないということになります。だから例えばホルモンとかサイトカインとか非常に微小で生体に影響を及ぼすような代謝物を測ろうと思ったら、その成分をうまく濃縮をかけて、そして計測をするという手順を取ります。で、濃縮をかけるということはもちろんその時点で絞り込んでしまうということなんで、網羅性は失われてしまうわけです。同じことはその部位、細胞の中の極材であるとか、その組織、個体の中のどの組織を見るかによっても変わってきます。例えばオルガネラ単位で中身が全然違うことっていうのは、特にリピッド、膜成分なんかはオルガネラによって全然違うことはよく知られていますけれども、今のメタボロミクスというのはオルガネラ単位では行えません。基本的には細胞全体をすりつぶして抽出してというステップを踏んでおります。ですから、抽出とか計測の問題っていうのを抜きにしてメタボロームは語れなくて、データベースを作っていく際にもこの部分が非常に、一番と言ってもいいぐらい重要になるわけです。で、この部分っていうのは今までの話にもありましたけれども、いわゆるメタデータのところに入ってくるわけです。ですから、メタボロームのデータベースを作るときには、どの細胞にどういう代謝物が入っているかっていうことがもちろんメインになるんだと思いますけれども、どういう方法で抽出し、で、どういう目的を持ってその圧生を行ったかというところが非常に重要だということです。で、そういう状況で今代謝物が同定されているわけですけれども、この同定というプロセスも非常に難しいものです。今どのようにして同定するかと言いますと、まずクロマトグラフィーで細胞の抽出成分というのをまず分けます、分離します。
でその分離したものに対してマススペクトルを計測し、そのスペクトルから代謝物を推定していくわけです。でその時にですね、一番困るのがマススペクトルがわからないものがたくさん多い。クロマトグラムで分離して分離はできてピークは出てくるんだけども、何のピークなのかがわからない、そういうものが、まあ、我々アンノーンというんですけども非常に多いわけです。だいたい GCMS で同定を行っている場合は、出てくるピークの2割から3割ぐらいしか同定できませんし、 LCMS で行っている場合は1割も同定できません。おそらく LCMS で例えば1割以上我々は同定しているよという人がいたらですね、僕としてはそれはちょっとフォールスポジティブが多いんじゃないかと思っています。でどういうふうにしてじゃあもちろんこのデータによって同定できるできないも違ってくるわけですけども、じゃあどうやって同定したと他の人を説得させられる情報を出すのかといいますと、基本的には自分のところで標準品といいまして 100% の純品の試薬を用意して、でその試薬を自分が計測しているプラットフォームで計測しておいて、そこと情報が一致することを見るのがアイデンティファイした同定したという意味になっています。これがまあ僕も今年からボードメンバーに入らせられたんですけれども、国際メタボロミクス学会というのがありまして、メタボロミクス学会が提唱というか提唱している同定の定義です。論文の中にこの代謝物を同定したアイデンティファイしたと書くためにはですね、このリクワイメントを満たさないといけない。同一機器で測定した標準物質、つまり自分のところで持っている純品と保持時間、スペクトル、同位体分布など少なくとも2つ以上の分析結果が一致するもの、つまり純品がないとダメだということなんです。ところがほぼ全ての研究者にとってその自分が見たいドメインの化合物を全部持っている人なんかいるわけありませんし、そもそも化合物全部売ってるわけでもないと、純品なんか手に入らない場合の方がほとんどなわけです。じゃあその状況でどうやって同定していくか、じゃあその状況でどうやってコンセンサスを見つけていくかというのがメタボロミクスをやっている人たちの一番の今の重要なテーマであり、そこで国際連携とか協調をしてガイドラインを作っていかないといけないわけです。つまりは同定というのは非常に難しいステップで、そう簡単に分析機器の性能が向上したから代謝物が何でも見えるようになったというわけではないということです。基本的に世の中には20万種類の化合物があるあるって皆さんおっしゃるんですけれども、この値も非常に大雑把で、実は我々が持っているデジタルなデータベースで天然物のディクショナリーのところに入っているのは十数万です。でどうしてこの20万という言葉が研究者の間で言われるのかっていうのは僕調べたことがあるんですけれども、ある雑誌の特集号のプリフェイスのところに偉い学者さんが大体これぐらいだって書いたのをみんなこう適当に孫引きして20万になっているというのが現状なわけです。だから誰も正解を知らない、それから純品がないんですから検証も不可能である。ほとんどの天然物っていうのは過去の論文に記載されているだけで、そのもの自体というのは失われている場合がほとんどですし、今は他の国に行って勝手に資料とか取ってこれませんから再現性がもう取れないわけです。そうするとこれからじゃあメタボロミクスで同定数を増やすにはどうすればいいかというと、まあ、今のところは著者が勝手に俺たちはこれ見つけたって言ってるのが現状なんですけども、できる限り我々が持つ情報を共有して、で共有しているスタンダードに対してどれぐらい一致してるかどうかっていうのを、まあ、世界中の人がコンセンサスを持てるような環境にしないといけないわけです。で現状では研究室の間でのデータ比較もできないことにできないっていう状況になっているんですけども、これをできる限り完全一致は無理にしてもできる限りコンセンサスを持てるような状況にしたいと思ってデータベースを作ってきました。で我々が主に作っているのはマスバンクというデータベースなんですけれども、これは実は今日の朝に高木先生が話されたバードの時から行っている開発を行っているデータベースです。バードプロジェクトの時に一番初めにマスバンクデータベースを作成し表品を集めるということをしました。先ほど申し上げましたように標準物質というのはお金も集めるのでお金もかかりますし、全ての標品が買えるわけでもありません。国によってアベイラブルなものも違ってきます。ですから標品を持っている人は自分のプラットフォームで測ったそのデータをスペクトルだけを提供してくださいと、ただで我々が公開したいのでただでくださいと言ってスペクトルだけをもらうプロジェクトというのがマスバンクなわけです。ですから生体由来のスペクトルではなくて標準品のスペクトルを集めたのがマスバンクというデータベースです。でそのマスバンクデータベースの後継プロジェクトとして、金谷先生 のプロジェクトが第1期のこの統合データベースプロジェクトで行われて、その時期にバイオマスバンクというデータサーバーも立ち上げました。このバイオマスバンクというのは生体由来のスペクトルを格納する、データベースです。
で生体由来のスペクトルというのは先ほども申し上げましたが、ほとんどはアノテーションできない、ごくごく一部1割以下のものに対してのみ、その測った研究者の人がアノテートした結果というのが載っているデータになります。でそういったプラットフォームを立ち上げたんですけれども、まあ、そういったプラットフォームを立ち上げて今、まあ、マスバンクの方には4万スペクトル、スペクトルの数でいうと1万以上の化合物からのスペクトルが4万集まっていますし、バイオマスバンクの方もデータそのピークの数というのはもう何十万から何百万というピークの数になっているんですけども、ほとんどがアンノーンという量の情報が集まったわけです。で今期はまあ僕があの PI をやらせてもらうんですけれども、今まで集めたものを、実は数を減らしたいと思っています。たくさんデータは手に入るんですけれども、その中には同じピークを見ていても研究機関によってアノテートしているところとアノテートしていないところがあったりする。それから、ある研究機関ではピークが出ているんだけれども、他のデータでは全然ピークが出ていないケースもあり得るわけです。だからそういった情報というのは全部統合して、共通している部分というのを洗い出して、実際に我々はどれぐらいのスペクトル数を同定できているのかというのが一目で分かるようなサイトを作りたいと思って今回の提案をさせてもらっています。で具体的にはカズサ DNA の桜井さんと、それから、奈良瀬の金谷さんと一緒にやらせてもらうんですけれども、データベースのフォーマットを標準化し、それからこのプロトコルの標準化というのは、先ほど申し上げたメタデータ、どうやって計測するかという部分をどんどん公開して、できればその世界中の人が同じような手法で計測するように促すという活動を行っていく。それから、情報、表品が手に入らないという話をしましたけれども、金谷さんのところでは文献情報をもとに、過去の論文の中でどういう化合物が登録されて、どういう生物で見出され、でどういう機能を持つものなのかということを徹底して、収集してもらうということを行います。じゃあどうしてその今のたくさんデータがある時代でモデル生物集みたいなものがもう今後はモデル生物とは見なさなくてもいいというような時代に、こういうモデルのメタボロームのデータベースを作ろうというのかと言いますと、僕自身はですね、自分の理解としてはまず植物を理解しようとか、何か例えば人を理解しようと思った時にも、典型的なその代謝物のリスト、例えば白犬ナズナだったらこういう代謝物があるとみんなが思ってますみたいな、そういうリストが欲しいわけです。ところが今の状況だと、まあ、各研究機関でナズナのデータというのはたくさん出てきているんですけれども、例えば培養条件であるとか、あとは研究者のグループとかによって全然見ている代謝物のカテゴリーも違うし、数も違うわけです。じゃあコンセンサスは何なのかというのをまずは作りたいということです。で今まではだいたいそういうことはゲノム情報を全部手に入れればできると思われていた。ゲノムを全部読んで、ゲノムの中の遺伝子を全部アノテーションして整合性経路を明らかにすれば、その整合性経路をもとに例えばプロテオームがセットが全部分かり、酵素反応の代謝のネットワークを全部予測してあげれば、そこから整合性できるメタボロームも分かるだろうというのが今までの考え方なわけです。ところがこれは明らかに間違っていて、例えばゲノム情報でも特に脂質のデータなんていうのは、脂質の代謝酵素が分かったとしても、その特異性であるとか、その酵素反応の幅の広がりっていうのは配列だけでは分からないんです。で実際に圧生系で研究者がその酵素反応の幅、どれぐらいのものを代謝できるかっていうのを正確に測定できるのかどうかっていうと、それもできないわけです。ほとんどの酵素については研究者の人が俺はこういう酵素反応を持つと思うって適当な基質を入れて反応が進んだら、おこの酵素はこういう代謝反応を起こすんだってレポートしてしまって、それでおしまいなわけです。もしかしたら副反応があるかもしれませんし、メジャーな酵素機能というのは別かもしれないわけです。でそういったことは網羅的にはできないので、結局のところゲノムをいくらやったって代謝ネットワークのリコンストラ、完全なリコンストラクションというのはできませんし、特にメタボロームで見られるようなリピッドとかに関しては、ゲノムからは全然情報が入らないと言っていいぐらい、分かりません。ですからまずは文献情報、その生物種ごとに文献情報を整理して、でゲノム以外の研究者の人たち、天然物化学であるとか脂質、生化学であるとか、そういったところでどういう知識が溜まっているかというのをまず徹底的に収集して、で文献情報をもとにこのナプザクデータベースが来るわけですけれども、金谷先生のデータベースが来るわけですが、まずは徹底的に文献情報を洗い出して、どういう代謝物が今までにレポートされていたかというのを集めます。でそれに対してゲノム情報から得られる内容というのをすり合わせていって、そこで、ここのバイオマスバンクで集めたスペクトルとも照合すると。そうすると文献情報からのデータとゲノムからのデータと、それから実際にメタボロームを測った時のデータという3つのリソースが
ここで、ま、合わさるわけで、それをもって初めてどの代謝物がどの化合物がどの生物になるのかということを検証できるというわけです。で、論文の中にはこの生物はこれはちょっと作らないんじゃないのっていうことをたくさん書く人も最近は出てきていて、単純に文献からあのデータを取ったからといってそれが 100% 正しいということは限りません。ですからそういった文献の中のフォールスポジティブであるとか、あとアノテーションの中のフォールスポジティブであるとか、そういったことをデータをまとめることによって、分かるんではないかと考えているわけです。つまり、まあ、普通同定は、まあ、簡単にはできないわけですけれども、それをこのナップザックデータベースとかマスバンクデータベース、それからメタデータのデータベースであるメタボロノート、かつた DNA 研の方で作ってもらっているメタボロノートや、コミックマーケットといったそういったツールを全部合わせることによって、まあ、主にモデル生物種を最初は扱いたい、データが多いからモデル生物種から手をつけたいと思うんですけれども、どの生物にどういう化合物があると一般的に思われているかっていう分かりやすいサイトを作ろうと思っています。で、ナップザックデータベースやそれからそのマスバンク、バイオマスバンクのウェブサイトのページっていうのは僕はあんまり用意してないので、あの皆さん後で検索して訪れてもらいたいんですが、ナップザックでいうと、最近の成果、最近変わっている部分っていうのはこのモーターサイクルとかバイサイクル、バイセクルっていう部分で、このところに代謝のデータベースのセクションが増えていますし、あとバイオロジカルアクティビティということで各化合物がどういう生理活性を持つかという情報を、文献から集中的に集めてもらっています。ですから先ほど創薬の話も出ましたけれども、例えば植物由来とかあの菌類由来の二次代謝物がどういう生理活性を持つかという情報が今このナップザックファミリーデータベースの中には登録されているということです。それから国際連携というのがこのテーマにタイトルに入ってますけれども、国際連携の面でいうと今海外のデータベースとデータを共有するというプロセスを進めていまして、主にメタデータに関しては今度のちょうど10日に締結する予定なんですけれども、データの公開と共有をお互いにここにリストしたるデータベースについて行いましょうということにこのコンソーシアムに参加します。で、このコンソーシアムに参加すると、まあ、データベースの運営する側としてはプライベートとパブリックの区別をつけなきゃいけないとか、いろいろなちょっとこう制約も出てきて、あのやらなきゃいけないことが増えて大変ではあるんですけれども、国際協調というのは非常に重要だと考えています。それからもう一つ、マスバンクというネットワークの中でも来年度北米に1個マスバンクのサーバーを立ててもらうことになっていて、今ヨーロッパのサーバーと中身はあのシンクロナイズしているんですけれども、あのジェンバンクや PDB と同じように日米欧の3つのサーバーの間でデータを共有するという枠組みが来年度にできる予定になっています。で、これカズサ DNA 研の方で行われているあの作業の一覧なんですけども、こういうふうに、まあ、あのデータのアイデンティフィケーション、あのピークのアノテーションのパイプラインっていうのをカズサ DNA 研の方で作成してもらって、それを使ってバイオロジカルサンプルからのデータというのをたくさん今後バイオマスバンクの方に入れていく計画を立てています。ですからまとめますと、今まではゲノムから例えばメタボロームを予測しようというアクティビティが多かったんですけど、そこにナップザックのような文献情報を足しましょうと。そこから代謝物リストを作り、スペクトルと照合する。で、それで初めてシステム生物学とかシミュレーションの方につなげられると考えています。今までだとゲノムから予測飛びにあのメタボリックデータベースとかを通じてシミュレーションまで行っていたんですけども、それでは不十分だということです。ですから、まあ、まとめとしまして、代謝物を同定するときのプロトコルを世界で共有しましょう。コンソーシアムを作りましょう。そして、特徴ピークの情報から、あの、表品の情報がないものに関しては、できれば仮想スペクトルみたいな、仮想ライブラリというのも作っていって、世界中でシェアする形にしたいと考えております。これが、まあ、最後のスライドなんで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。